じゃあ続いてバランスポイントいきましょうか。はい、水塚さん、今のでストリングスパターンで個人的好みって言ったらどっち？16、19の方がよが自分の好みね、16、19のパターンので、今のところのセレクトでいくとノーマルグロメットの16、19がいいなと。はい、じゃあここを次のアレンジできるポイントとして、ね、ここエンドナン、はい、ここのエンドナンチップのところを重くすることができる。当然ラケットの重量が上がります。で、重くなるってことはパワーが上がるんです。でも、ね、ラケットの操作性というのは落ちるんだけれど、ただここでね、一つ誤解してほしくないのは、一番お尻、言ってみればこの手のひらのほぼ中というかね、手に近いところなので、はい、皆さんイメージするよりは重さの影響はそんなに感じないやつ。ただし一方で、ね、重さの影響じゃなくバランス、こうやって棒状のものの一番端っこに点でつくんで、バランスに関しては実はここにつけることで1センチぐらいトップライトに変わります、はい、相当頭に対する操作性っていうのが変わるんで、じゃあパーツを取り外してヘビーウェイトの、これちょっとこれだけで持ってもらってもいいかな。まずこれね、でしょ、はい、これ取って、あ、うん、全然重さ違う、はい、誰が持っても分かるぐらい、誰が持っても、元々は逆に何グラム、もともとは、比較をするとですね 3.5 ぐらい、それに対して、まあ、プラス 10g が出てくると。ここに骨に、ね、溝にはめて挟み込むという形でもう交換完了。これでプラス 10g、 バランス 1cm ダウンができちゃいました。早っ。一生懸命こう鉛をつけて、ね、グリップの中加工してとかやる必要がなくて、あとはここの技術巻く、はい、これでヘビーがつきました。はいはい、はい、じゃあこれでずっしりをすごいドーンって重くなった感じはしないです。もう一回ちょっとゴレーのようなこうこの辺操作、頭の先端をどのぐらい動いてくるかなみたいな感覚でちょっとイメージしてもらって、バランス こういうヘッドを走る感じはだいぶ違いますね。意識をこの辺に置くと結構変わるね、うん、はい、ということで、グリップのエンドの部分ですね、ノーマルのタイプと重いタイプ、はい、はい、でちょっとじゃあ最初に普通の方から、はい、ちょっと対策してます、はいちょっと普通の方から行ってみたいと思います。重い方にヘビーって言ってました。エンドキャップのところに重さが入ってる。そうですね、このエンドのマークのところに重りが入っているという形になります。はい、一応これでバランスが軽くなる。1センチ、はい、1センチ軽くなる。全然変わるバランスが、やっぱり取り回しの良さは断然こっちの方が。1センチ全部違いますね。違いますね。ね、こう一般的にラケットの場合って、ね、やっぱり皆さんこう重さを、ね、気にしちゃうんだけども、こういう重さですよね。こういう重さを 10g 思うより1センチのバランスの違いの方が、そのウェイトの違いの方で圧倒的にラケットって違うんですよ。結局ラケットって止まってボール打ってるわけじゃないですか。そうそうそう、静止状態で打ってないじゃないですか。ストロークなんかまさに振ってるわけだし、ボレーもこう細かい取り回しっていう動作が出てきたときに、結局感じるのって実は長いものを持ってるから、このバランスっていうのは大きいですね。ついでに、やっぱりこう打ちたいところが体から遠いところにあるんですよ。すごく近くにあるんだったらそんなに影響ないんだけれども、
遠いところを通すからその操作っていうのも一回例えば下がってしまってもう一回持ち上げるとか遠回りをさせるよりは軽いことによって最短距離を動かせるみたいなところもね、ポイントとして出てくるから、じゃあ例えばダブルスの本当にボレー系のね、特にあのそういったところを重視したいんだというようなところに関してはもう 10g の重さがマイナスなんじゃなくてバランス1センチ下げてくれるものすごくプラスになるっていう考え方もある。ただ一般的にはストローカーにとってはやっぱり頭走ってくれにくくなるんで、そうですね、そこっていうのはもしかしたら下がる。じゃあ最後にね、実は今やってもらってる間にグロメット重いバージョンでエンドヘビーにしました。プラス 15g アップしてます。ほら重さでちょっと嫌な顔になったでしょ。もともとが290で今フルについたから305まで上がったんですよ。フレームが305だけどね、バランスポイントは実はドノーマルな状態よりこれ軽くなってるんです。ここ上げて5ミリ重くなりました。さっき行きました、はい、でもここで1センチ下げてるから実はもともとからマイナス5ミリっていうね。でスイングウェイトの数字を測ると一緒です、ノーマルと。不思議な現象が起こるんです。だからラケットトータルの重量上がってるから絶対パワーは上がってるんですよ、本当にパワーを上げたきゃラケットの総重量を上げてもうフル装備。ちょっと行ってみましょうか。なんかすごい不思議な感じですね。回してみると全然苦ではない。もちろん重いはずなんですけれども、でも、ね、頭にいってない分だけ、はい、で正直しっかり捉えた時のパンチ力っていうのは、そうですね、こう抑えられる感じはやっぱり重量が重くなってるので、はい、抑えやすいな、ちょっとこう何だろうな、当たり負けしにくい感じ、自分が思ったようにこうボールが飛んでくれてるなっていう感じは出ますね。だからまあこれもね、本当にどれがベストなんじゃなくて、どのセッティングが自分にとっていいのかとかね、打ちたいボールに合ってくるとか、その、ね、本当にやりたい、ね、ボレーにしてもこうタッチ系の方もいればパンチ系の方もいるじゃないですか。その辺のね、やっぱりお好みになってくるのかなという。でこれがまたいつでも変えられると、そこがポイントになってくる、はいはい、試してダメだったら戻せばいいです。そうですね、やってダメなら戻せばいい、ね、一番最初、なんとなく最初に使ったのが良かったなと思って、はい、でもちょっとこういうのも興味がある、変えてみたいと思う、でやっぱりどうしても人の心としてあるので、そういうところはこう手軽にできるのがメリットですからね、はい、本当そういったところもね、画期的なシステムということで、はい、ここで木塚さんの自分のね、そのより高めたいポイントとかね、もっとこういう風にしたいとかっていうのってあります？ラケット、まあ、プレーの中でね、プレーの中で個人的にはサーブっていう要素がやっぱ苦手ではあるので、やっぱりこうちょっとラケットに助けてほしい感がちょっとあり、はい、でちょっとバランスを重めにこうちょっといじったりしながら使ってることが多いんですよね。と、はい、いうラケットのエネルギーでパワーってその重さもそうだし、ね、スイングスピードもそうだし、だけど実はもう一つね、スイングウェイトっていうところに出てくるこの視点になるところから距離っていう、実はラケットのパワーっていうのにはすごく大事なんですよ。高めたければ重くするかスイングを速くするか距離を長くするか、そのどれかがあって、ね、最後残ってると距離を長くする手段もありますね、はい、これもだからもちろんデメリットもあります、ね、よく言うその操作という部分ではちょっと落ちてしまう部分もあるんだけれども、それをこう補ってあまりやるパワーっていうのを出してくれるんで、ね、重さがどうのという以上に長さは本当にパワーに直結しやすいです。プロ選手なんかも本当に微妙なミリ単位で自分のベストセッティングを選んだりするケースも多いですし、じゃあね、それがいつでもどこでも変えられると、アダプティブ最初の機能にちょっと突入してみましょうか、はいはい、